ノーラ B-52 は 155mm52、後継の自走榴弾砲であり、ボジョのテクニッキーアンスティチュ社シャにより開発された第4世代の火砲システムが搭載され、輸出や国内運用が行われている。最初のノーラ B 自走砲は、ノーラ C に基づいて MTI によって1984年に設計されたがと呼ばれる種類の兵器は持っていなかった。 この段階では百五十二ミリメートル榴弾砲、ノーラ m 十四が搭載されており、四十五後継の砲が搭載された、セルビアプライボッチ社製八 x 八トラック車社および第三世代加砲システムで構成されていた。二千年後半、MTI 社は、第四世代の加砲システムおよび百五五十ミリメートル五十二後継の榴弾砲を搭載した新しいシステムの、 ノーラファミリーを B-52 として設計した。バージョンにより異なるが B-52 の操作は完全自動化されており、それは36発の自動装填を含む。様々なバージョンが作られてきた K0 最初の世代オープントップ法がパワードライブをマニュアル操作し光学照準であった K1M03 セミオープン法が K0 K1 設計に基づき自動化を進めた SCO であり、セルビア軍に採用されたけ、セミオープン砲ーンが、完全自動化された輸出仕様 k I、K1 に走行化され完全自動化されたクローズ砲塔。新型の強力なシャーシ、砲塔に発射弾道及び速度の測定用レーダーを持ち、NBC 防護能力を備えたキャビン及び砲塔があり、自動化された中スキシステムがあり、 スモークグレネード発射機を持ち、キャビンと砲塔間の内戦通話が可能である s 仕様であり、セルビア軍に納入されている最新は開発中の K2 であり、K 設計はカマズ社のシャーシであり、数字の指定は、主兵装装備のレベルによる北との関係による表記、及び輸出仕様によるものである。要求があれば B-52 榴弾砲に 152mm 砲を、 装備させることができる。すべてのバージョンは異なる、シャーシ、走行、砲塔、装填及び補助システムを持つ。すべてのバージョンは自動化された装填システムを持ち、一つの方による複数発同時弾着が可能である。標準仕様には、コンピュータ化された砲制御システム及び、地表ナビゲーションシステムが搭載される。防弾性能は消火器。 榴弾の破片及びいくらかの地雷に対するものである。ノラビーラ五5 2セルビアは、ノーラ五5 2戦場火砲システムを、ミャンマー、ケニア、バングラデシュに輸出している。完全装備の部隊は、通常6から12両の自走榴弾砲により、構成される。1から2両のボブ M11 偵察車、3両のボブ M10 式車、 3から6両の弾薬運搬車、通信及び作業車両、2から3両の一般用補給車両及び1から2両の攻撃式及びレーダーの搭載された下方の目標指定用車両である。マップオブノラビーマイナ52オペレーターズインブルー。ありがとうございます。